法人税法ガイダンス、パーフェクトと上級の魅力と特徴、これについて、法人税についてですね、お話をさせていただきます。レク専任講師の小池と申します。今日はですね、よろしくお願いいたします。まず税理士試験の法人税をマスターするためにパーフェクト講座というものを用意しています。で、パーフェクト講座っていうのは、このパンフレットの10ページに用意している部分ですけど、全52回で、実力確認テスト8回、60回のこのカリキュラムを持って、法人税法の基礎知識というものを身につけていきますということをやっていくカリキュラムになっています。で、テキストは現状考えられる中で基礎的な能力を身につける上で今最善というものを作り込んでいる教材になりまして、ただやっぱりですね、法人税なのでボリュームが厚い、4冊のテキストに分かれてはこういるんですけれども、ボリュームが厚い、難易度が高いっていうふうにやっぱ世間にはこう言われて、で、試験的にも優しい科目ではないというふうに言われてはいますが、間違いなく一つこの事実はあります。優しくはないと思いますね。で、優しければ当然自分はあまり価値がないなとは思ってはいますので、優しくないってことに関しては逆にありがたいなというふうに受け止めてはいます。じゃあボリュームはすごく多いのって言った時に、ボリュームは本当に多いのとなった時に、実際の法人税法のボリュームって言ったら、これ当然相当のボリュームがありますけれども、今試験に出題されている項目は税理士としての素養を求めているんで基礎事項なんです。で、基礎事項を分かってる講師、もしくは基礎事項をしっかり分かっている専門学校で学習する必要があるなっていうことを非常に感じます。今の法人税が難しい難問だって言ってるんであれば、それは向こうとのギャップがあるわけですよね。向こうは基礎事項を試していると言ってるわけです。で、その基礎事項が本当に基礎事項と感じられてない人に例えば伝えられたって、やっぱ正しい理解はできないということをまず念頭に置いていただきたいなとは思ってはいます。ただそれが優しいっていう、基礎事項だから優しいっていうのは違うと、やっぱりそれなりの覚悟を持って学習していく必要はあるなとは思ってはいるんですけれども、この全52回と8回のテストなんですけれども、今の本試験ですごく大切なものが何かって言った時に、大きく2つあります。読解力なんですね。読解力をしっかりと身につけましょうと。で、税理士のこう学習カリキュラムを見て復習中心という言い方をしてはいますが、これ試験を経験している上級の方なら、もしくは母材を受けた方だったならば分かるとは思う部分なんですけれども、本試験で見るのって初めてのものが多いわけですよね。間違いなく初めて、やったことある似たような類題のにぶつかることもありますけれども、読み取る時はほぼ初めてですよね。で、その初めてのものを読み取ってどれだけ相手の要求事項を感じ取れるかってことが論点なわけなんです。で、1年間例えば母材でも結構ですし、法人税でも1年やってみて、で、それで本試験をぶつかって模範解答を見てみたとなった時に、なんだそんな問題だったのか、なんだそんな問題だったのか、ケアレスミスをしたということでダメだったって経験をもしお持ちならば、やっぱ分かってほしいんですね。1度目の読みが大事なのか、それとも反復をすることが大事なのかって言った時に、当然バランスも大事だと思いますけど、やっぱ重視していただきたいのは、自分で読み込んだものが合ってるか否かの力をつけずして、やっぱ前には進めないという意識を持ってほしいんですね。で、パーフェクト講座では読んでもらいたいって、読むって言った時もテキスト全部読めなくたって構わない、たとえ1ページ2ページだって構わない、これをしっかりでも読んできていただいて、で、本当はこういう読み方をするんですよと
いうことが講義の中でお伝えしていくつもりです。でそれをどんどん積み重ねていって、あ、しっかり読めますと、で読んだことが理解できますと、でそれを能力を身につけた時に、やっぱ税理士としての素養を身につけた、要は税理士って何かって言った時に、新しい知識を身につけて自身でですよ、でそれを顧客なりに噛み砕いて伝えていく仕事なんですよ。物を作ってるって言って形で申告書を作ってます。だけど知識を期待されている職業なんだっていうことをしっかり念頭に置いていただいて、で知識をしっかり持ってる方、これが税理士としての素養があるという判断で、税理士としてやってもらって構わない、この人にやってもらいたい、それが伝わった時にやっぱクリアができる試験が税法は作られているという意識を持ってください。あと表現ですね、もうこの表現をどうしていくかっていうことを、日々の中でこうやって鍛えていってほしいなとは思うんですね。どういうことかって分かりやすく言うと、日頃のコミュニケーションなんです。日頃のコミュニケーションで誰かしらが何かを言ってくれる、で誰か何か言ってくれた時に相手が喜ぶことをしっかり日々返せてるコミュニケーションが取れているかどうか、これがすごく大切なものになってくるなと思っています。なのでやっぱ一人でこうこもっちゃってるよりかは、もうわずかに話すチャンスがあったって言った時に相手の話をしっかり聞き取ってあげて、相手が読み取ことをちゃんと読み取ってあげて、でできるだけ相手が喜ぶことを返してあげられる、これがすごく大切だなと思います。例えば夫婦の会話でもいい、友達の会話でもいい、恋人の会話でもいい、構わない、親子の会話でも構わない、何食べたいって言われた時に、まあ、基本的に言っちゃいけないが何でもいいではなくて、あ、本当に相手が少しでも喜んでもらうようなことを例えば発せられるかどうか、ちゃんと感じて発せられるかどうか、これをしっかりですね身につけていく必要があるなと思います。だから皆さんが日頃からこう発する言葉が周りに本当に面白がってもらえる、興味を持ってもらえる、そういう言葉をしっかり発せられるように、でそのためにはまず第一にはちゃんと読み取ることからなんですね。この読み取ることをしっかり、このテキストを読みながら、でその読んでいただく中でそれを解説して、あ、こういう読み方があるのかっていう正しい読みができるようになっていただきたいなと思います。で次にこうなりましょう、こうなりましょう、こうしてください、こうしてくださいって言って、まあ当然今自分にも組織に属してますし、そう相手にこう伝えていかなきゃいけないスタッフにもこういた時にすごく感じているなと思うことが、人間って簡単に変わらないってことですよ。で人間って簡単に変わらないよと。で皆さんも今試験受かるためにめちゃくちゃ勉強するよっていうふうに、決意を固めたとして、それを持続できますかと。となった時に実は簡単ではないと思うんですね。でそのためにはどうするかって言ったら、やってほしいことは習慣化だと思ってます。で僕は時間は例えばある時土曜日曜日はすごく勉強した、でも平日とかはこうしなかったっていうよりかは、もう30分決めましたと、もう家帰ってきて、まずは30分絶対に法人税の例えばテキストを読む、法人税に触れるということを習慣化してほしい。これ時間はやっぱ難易度が高いんで30分、これ絶対置いてほしいと。でその30分を厳しい言い方します、熱があろうが、お酒を飲んで帰ろうが、どんなに疲れて眠かろうが、必ずこれをやりきってほしいと。このやりきった時に何が生まれるかって、とてつもない自信が生まれますよ。で全8回の答練とかもこうあるんですけど、全8回のこう答練を繰り返しやりましょう、まあこれはまあ講師として言いたいことではありますけど、
自分は2時間なんですね、この1回を。2時間読んで解いて一生懸命書いて、これやったことがない人に急にやれって言ったらとてもハードルの高い作業だと思います。2時間解けた、もう実はテキスト1について答練が2回、テキスト2について答練が2回、テキスト3について答練が2回、テキストに2回あるんだけど、もう1回目こう来た時に2時間戦えた時に、最初の答練でですね、あ、私ってすごい、僕ってすごいと思ってほしい、それぐらいのことを、まあ、2時間こう途中で切れずにこうやったってことはできたならば、相当すごいことができたんだという意識を持ってくださいね。で、ここを、まずパーフェクト講座ではやっていくというふうになってます。で、もうやると決めた時には、あ、もう分かった、30分ちゃんと毎日テキスト読んで、でそれで読み終わった頃、まあ、全部読み切れなかった、あの完璧じゃなくて、本当に習慣化しててほしいんですよね。で、物事っていうのはもう一つです、つながってます。知識をどん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 つなげて発展できるようになった時、莫大になります。知識がブツブツと切れていてトータル理解がなければ、実はあまりこう莫大な量を持っていてもあまり意味があるとは思えないと。知識はこうつながっていくんですよね、どん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 つながっていくんですよ。で、知識は活用してこそ意味がありますからね。知識を活用するという形で、ちょっとお話ししたいのが、今度はパンフレットの14ページの方見ていきたいんですけれども、まあ、教育産業に身を置き、教育者として毎年接触がいけないと税理試験は感じさせてくれています。税理として必要とされる知識のみならず、能力や人間像をしっかり想定し、税理士としての素養があるかないかを見極める問題を基礎論点のみで作り上げています。このような問題に対応するための秘訣は活用というキーワードです。知識は活用してこそ価値あるものになります。価値ある活用できる知識を身につけて、税理士素養を答案に伝えられれば、合格とともに将来の大きな財産を手にすることができます。その手伝いを全力でさせていただきますと。で、今こうお話をこうさせていた中で、知識は活用するもんだという話をちょっとさせてください。で、日本の教育は今までですね、知識は詰め込みとか活用するという意識をそんなに持たないで、やっぱ教育を私たちって受けてるんですね。だけど税理試験っていうのはすごい実務の宝庫の中から、もう実際の財務省なんです。財務省管轄に国税庁があるんです。だから日本の省庁の中でトップの官僚がやっぱ関わって税法っていうものは作られているんだという意識をしっかりまず守ってほしい。で、知識は活用して、で、もうすいません、ある正直試験と実務は実問別問だって言った瞬間に、税理士の本試験が分かってないと思いますよ。法人税の本試験では税務とあるように、税の実務ということを紙面に落として調整させて、その能力があるかどうかを問う問題を作ってるわけなんですね。じゃあ法人税って具体的に何なのと言った時に、簡単に言えば会計の PL を作り上げました。で、 PL を作った時に当期税引き前当期利益があります。税引き前当期利益に税率をかけて法人税法を納めればいいわけですよ。これが法人税のまず基本の考え方です。会計の利益に法人税率をかければ法人税額が出るん でそれで税金を納めましょうと。ただこれをやるといろんな弊害が起きる。誰が作ってもほぼ近い PL を税法的に作り上げていかなければいけない。それを
決めたのが簡単に言えば法人税なわけですよ。でそれが根幹にあれば法人税って何なのって言った時に、会計は減価償却は適正な期間損益計算で認められているよと。例えばここにある iPad、 これは何年使うの、何年使って償却をしていきましょうって言ってるわけですよね。でその中で誰が計算して、じゃあこれ何年使うって分かりますか。何年使うか分からないで、まあ、すみません償却計算を経理担当お願いしますって言われてもできない。だから税法すごいんです。耐用年数を緻密に決めてったんですよ、減価償却資産に。もう当然パソコンなり今当たってる照明器具なりこの後ろの設備、なり、全部撮っていただいてるカメラなり全部耐用年数を決めて償却を決めた。これすごいですよね、税法は。とだから誰がやっても減価償却は基本的に一緒になるよ。でも定率を定額法とか違うじゃん。だったら定率を定額法をしっかり届け出てやってくれれば、もう事前にちゃんと出しといてくれればそれで償却は構わないからね。だけどそんないっぱいあるわけじゃなくて、もう普通であれば建物とか建物付属設備とかは定額法でやろうね、機械装置とか器具備品車両とかは定率法でやろうね、あとは耐用年数をしっかりこう決めた、こういうルールを税法が決めてるという形になりますね。でこれで決まれば誰がやっても大体同じ形になりますね。あとじゃあ引当金は人によって引当金の金額が違うね。あ、だったら引当金なんか全部認めないよとっていうようなもの。あと建設業とか製造業だったらお金を投入しました、お金を投入して物を作ってます、まあ、建物だったらまあビルを作ってます。でビルを作って売り上げが立ったならば売り上げと原価をちゃんと対応させるよという考え方で、まだこうお金を投入してるけど売れてないんだったらそれは棚卸資産にしようね。でも棚卸資産会計でこういろいろあったと思いますけど、個別法とか先入れ先出し法とか最終仕入れ原価法とかもういろんな評価方法がこうある中で、ある時はこれある時はこれってやったら税金計算ままならないんで、ちゃんと決めてくださいと。で決めたものでちゃんと計算してやってくださいね。あと減損とか、まあ、減損とかもやっぱ見積もりが強くて同じようなもの、人によって金額が違うリスクがある、だったらそんなものは認めないよというのが法人税の考えがあって、要は会計の当期税引き前の利益がありますよと、税引き前の利益に税率をかけて出すんだよとなった時に、誰がやっても大きな違いがないようにルールを作っているのが法人税法だっていうことが分かっていれば、あ、こうつながってるんだなっていう、あ、この中で、まあ、いきなり最初からこうテキスト読んで全体がまだ分かってるわけじゃないですけれども、こういうために学習してるんだなっていうことが分かれば、やっぱり話理解っていうものが前提にあって物ってつながってるっていうことですね。で知識は活用するためのものにあるんだよという意識をしっかり持ってください。で知識を活用するって講義中にもお話ししていきますけれども、あと話をつながってるっていう意味でちょっと今一つお話をしたいことがあるんですけれども、まあ、小学校3年生4年生で直角三角形と二等辺三角形を面積の求め方とか、もう習うわけですよね。で直角三角形とか二等辺三角形ありますけど、どこで使うんですかねとなった時に、まあ、どこで使うかって言った時、まあ、ちょっと、まあ、そうやって測ったかどうか分かりませんけれども、富士山から3000メートルぐらい離れました。で富士山を見たらちょうど45度だった。だったら富士山の距離は高さは3000メートルだと、3000メートル離れた時から45度だったんだと、という形で富士山の高さが分かる、要は今これ直角二等辺三角形を使った考え方ですけど、高さのものが測れる、
もしくは、まあ、別にもう45度じゃなくたって、まあ、三角関数とまでは言わないですけど、距離と角度が分かれば、距離と角度があれば高さが出るんだと。で、高さが出るならその高さが測れるんだよってことで、直角三角形って絶対使い道があるわけですよ、実学でと。でもやっぱ小学校の時に、富士山高さってこの直角三角形利用して測ってんだよなんてあまり聞かされてないし習ってなかったかもしれないと。でちょっと次ですね、江戸時代の末期です。まあ話急に飛んだ感じで申し訳ないんですけど、伊能忠敬さんがいて、伊能忠敬が測量と天文学の知識を利用して正確な日本地図を作ったとなった時に、もう社会の学習だとしたら測量と天文学をなんか空欄にして、でそれをこう暗記するってことをやることはいいんですけど、知識が活用してこそ意味があるとなった時に、測量って何ですか、天文学って何ですか、でそれをどうやって日本地図を作ったんですかとなった時に、やっぱ僕の話も今わざと話がつながるようにお話ししてるわけですね。測量って何かって言った時に、まあ、一軒家をお持ちの方だったらご自身の家の測量図を見てほしい。測量図を見ていくと、測量って何かって言ったら、ご面積を測るときに、まあ、こういう土地がちょっとあったときに、なるべくちょっと大きい直角三角形を作って、でこの隙間にどんどん直角三角形を埋めてって測量図ってできてんです。ちょっと今の話結構分かりづらいあったかもしれませんけれども、測量図って見ると、まあ、大きい直角三角形があって、あと隙間にどんどんあって面積を求めてった。これ豊臣秀吉とかも多分太閤検地とか同じようなやり方で、とにかく面積上がって米のどのぐらい取れるかってことをしっかり測ってった。で伊能忠敬はこれをかなり緻密に正確にやって、今見てもびっくりするような精度だったという形ですよね。ってことは直角三角形って測量に使ってるんだ。で、伊能忠敬は測量と天文学を利用して正確な日本地図を作ったと。じゃあ天文学って何と言った時に、実はこれまた話がつながってて、天文学って二等辺三角形なんですね。まあ、二等辺三角形、天文学が二等辺三角形って変な日本語ですけど、太陽まで光って1秒間に地球7回半もあるそうです。相対の速度です。8分19秒で光、太陽の距離が分かる。どうやって太陽の距離を測ったんですかって言った時に、例えば東京と大阪から、まあ、カメラをで太陽を見て同じ時間に、で角度のこの違いで、要は大阪と東京の距離がある。でこの角度がより90度に近ければ近いほど遠くにあるわけなんですよ。でそれを緻密に計算して太陽までの距離を測ったんですよね。で、まあ、もう少し具体的に言うと、目の近くで指を置いて片目でこうやっていくと指結構動きます。でもちょっと離して同じことをやると指って動く量が減るわけですよ。要は遠くに行けば行くほど動かない。二点間から見てそれを利用して太陽までの距離を測ったんですよ。富士の樹海とか長野の山奥とか測量なんかできないところを二箇所から太陽までの角度を一緒の時間に見て、これを緻密に繰り返しながら距離を測ってって、日本地図で測量できないところを補っていったわけですよね。伊能忠敬が測量と天文学の知識を利用して日本地図を作った。じゃあ測量と天文学って何って言った時に、自分はもともと直角三角形と二等辺三角形でどこで使うの、ここから話がスタートしてるわけですよね。となった時に、このつながりがあった時に、天文学ってもしかして二等辺三角形となんか絡むのかなって言った時に、つながっていればもしかしたらこう話が見えてくる部分ってやっぱいくらでもあるんですね。で知識は活用しなければいけない、かつつなげていかなきゃいけないということを、日頃からじゃないですけれども法人税を学習していく上で必ずつながりがこうあっていく、このつながりを見えていく、でこのつながりが見えていくってことが
っぱりですね、すごく大切な要素にはなっていくと思ってます。で、テキストっていうか、この、パンフレットの方の、また14ページちょっと見ていただきたいんですけれども、税理試験は税理士をやっていく上で必要な素養があるかないかを試しているんだ。素養を分かりやすく言えば人間としての優しさと強さですと。優しさとは相手を思いやる力です。相手が思いやれてるっていうことが読み取れるんですね。自己中心的な発想じゃないんですね。的確に相手の要求を読み取る力です。読み取れたならば今度は強さです。強さは自身の説明を相手の心に響かせる魅力を伴った力ですと。皆さんの言葉を聞きたい、皆さんの言葉は面白い、皆さんの言葉がやっぱ魅力があるっていう表現をやっぱできるようにしていく必要がある。暗記したものを書くっていう時代はほぼ終わってます。まあ暗記したものが使えないかって言ったらそんなことはまだないですけれども、自身の言葉で相手を説明しなさいっていう問いが多いんですよね。説明しなさいって時は理論集の暗記を書きなさいとは全然違うわけなんで、あなたの言葉で分かりやすく私に心を響かせるものをお見せくださいと、ということを日頃からやってほしいんですね。で、例えば皆さんが話すとやっぱ周りの人たちが笑顔が出るような生活スタイルをしていくようなことも心がけてほしいと。だから日頃からもう例えば仕事してる、もう例えば仕事してるだから勉強ができないじゃなくて、仕事中にも当然コミュニケーションを取る機会があった時にしっかり相手の話を聞く、要求事項を使う、で求められたことをちゃんとつながりの中で見えて相手の要求事項に応えていく、でしかも相手が満足するものを答えず与え続けていくということができれば、すごく大切にされる人間になっていく。でそのことを今度は文字でもやってみよう、で当連でその表現をしてみようということをやってっていただきたいと。あとは日頃の生活も、すいません、ほぼ勉強 と同じぐらい僕は大事だと思ってます。あとは30分間必ず習慣化して、でもうそこをまずクリアしたら、実はおのずと、あもう少しやってみたい、あここもう少し調べてみたい、であとはやっぱり長いスパンなんで、体調というものを、もう本当にストイックに無理してじゃなくて、自分が物吸収して喜んでる、自分が昨日よりなんか少しでも成長して、それが自分にとってはすごく嬉しいんだという負の気持ちで勉強なんかはしてほしくないと思うんですよね。例えば、ダイエットというものがあった、で食べるものとかを本当は好きなものじゃなくて体にいいもの、あとはそういうものを選んで食べなきゃいけなかった、もしくは本当は自分が好きなものが、体を維持していくっていう上では適してないんだったら、それは我慢しなきゃいけないってこともあるかもしれない。だけど習慣化していけば、初めもしかして1週間とか2週間めちゃくちゃ辛いかもしれない、だけど習慣化していったら、あ自分の体になっていったのためにいいことをしているんだと。あと例えば鏡に映った自分を見てみて、あ本当に変わってった、なりたい形に変わってったって思ってった時に、自分のためにこうやってるものは決して辛いもんだっていう信号が入ってこなくなりますから。あと例えばジョギングですけど、まあ、マラソンとまで言われるジョギング2キロとかこう走ったとして、ニコニコ笑いながら走ってるわけじゃないよと。だけどこう走ってみて、走ってる最初は決して楽ではないし笑い事じゃない、だけど走り切った時の満足感、もしくはそれで体の体幹とか足腰とか強くなって本当に動きやすくなったことによる喜び、あと、やっぱしっかりやってることで自分のその維持したいっていう体がこう維持できているもの、このトータルでやって、辛いことって人間にとってそれが進化につながってるんだったら、人間ってそれ受け入れられますからね。だから負の信号は絶対入れないことだと。あこれ見て成長した、あ自分頑張ってる、あ昨日よくできたで、なんか自分の脳が本当活性化してる、もしかしてもう普通にやれば、あもうこのままいくと
自分の脳ってあますます若返ってるのを感じられる。あもっといろんな回転も速くなってきた。あとみんなの喜ぶことをなんか普通から発せられるようになってきた。あみんなの中心にいる。で自分が出す意見がだん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 、よりみんなが喜ばせられる範囲が広くなってきた。そういうものが大きく人間変わらないって言いましたけれども、本当に税理士試験っていうのはある意味変えるチャンスが来てる。しかも変えるチャンスっていうことを自分が少しずつ感じて、その上で継続する体制を整えてほしいんですね。何時間やろう、カリキュラム予定でここやろうとかではなく、もうどんどん成長していくことが想定されますから、今立てた計画なんてもう1週間後にはあもう違うってものになってる。とにかく30分やる前にこれやるって決めた、じゃあそれだけとにかくやる。でやりきって、あまたやった、俺昨日ちゃんとやるって決めたことがこうできた。で脳もその分やって、あここ理解できた。でその、自分がこうよりいい形に変わっていくのをしっかり感じ取っていただきたいなと思っています。でまたパンフレットの方の11ページの方戻っていきたいと思いますね。で、直前期に入ったらやはりこう講義もある中で東連入って、全国模擬試験があって、予想東連2回あって、本試験にこう進んでいただくというものになっていく中で、東連っていうものが反復反復反復っていう形で解き直してくださいとは実は思ってないんですね。1回目の解きがすごくどんだけ読み込めて、どんだけ自分の力がぶつけられたのかっていうことを全部で、9回こう東連をやりながら進化させていくんだと。それの結果本試験が来るんだと。で本試験までに完璧なんてことは分からない、いかないですけど、法人税の基本的な考え方は分かる。法人税だったらこう考えるはずだっていうものが皆さんの脳にちゃんと入っていれば応用ができるって話です。でその法人税だったらどう考えるって言った時に、課税の公平とか適正な税額計算はどうなったらやるんだろうか、あとはしっかり、まあ、さっきから言ってますけれども、誰がやっても同じ答えになるというふうに作ろうと、まあものを目指して作って法律を作ってるわけですから、そうなったらこういうルールいるよね、こういうルールもいるよね、こういうルールもいるよねっていう今年がルールになってます。だから法人の目的がこう見えてくれば、おのずとこうやっていくものがこうつながっていくようにしていけば、やはり知識を分断していくのとちゃんとした知識の違いが出てくるんで、だから法人だったらこう考える。あと問いがあった時に、例えば理論集暗記じゃないけど理解はしてる、理解はしてるからこれを求めてられてるからこれを書くんだという意識をですねしっかり持っていただきたいなと思っていますね。で続いてなんですけれども、上級用のちょっと18ページの方を見ていきたいと思いますね。上級は、東連は同じなんですけれども、上級講義8回で上級解放講義を4回で上級東連4回という形で、東連を4回を踏まえながら12回ですね、講義の回を入れております。で当然あのパーフェクトのテキストはお渡ししますので、そのパーフェクトのテキストをこう読みながら読解力をこう上げて言ってほしいと。で、まあ、その解説は、上級の方ではできませんけれども、読解力をこう上げていくんだという意識を持っていただきたいのと、本試験をなるべくお見せします。で本試験って何かって言った時に、自分が思うに本試験のその問題を真剣に対応すれば合併が提案できる税理士になれる。その合併の問題を真剣にぶつかればですよ。もう少し言い方変えますけど、合併を教えてくださいとって言われた時にある程度語れるようになるわけですよ。グループ法人税制を適用しなければいけない100%になりましたけど、注意点何ですか、あそれはですねっていうことが言えるようになる。評価損益っていうのがあって、なぜ
評価損益を税法は認めないんですかって言った時に、それもちゃんと明確な答えをこう言えるようになってくる。ですごく大切な問題で、ある論点をしっかりと使いこなせるようになるような問題が作られてるわけなんですよ。でその問題を真摯にぶつかっていくと、それと同じ実務経験を積んだと同じぐらいのものが深みで入ってます。でそれを伝えてっていくというのを上級の解放講義の方では取り入れて、で本当の本試験で求められているものが何かということをしっかりとですね認識していただくということをやっていくこともこう入れて、皆さんの実務力っていうものも合わせて、あといざっていう時にちゃんと何かしっかりと相手が喜ぶこと、さらに実務的な視点でも答えられるようにしていかなきゃいけないなというふうに思ってますので、やっぱ過去問をしっかりと見ていくことをやっていきます。でもう本当に本試験を見ると、ああよく理論で何が出た当たり外れとかいうのもないとは思わないですけど、ああこの論点について法人税の考え方ができるかどうか、まあ法人的だったらどう考えるか、あなたが法人税をどう捉えているか、その基礎がしっかりしていれば、それをアウトプットさえできれば、ああ君はちょっと税理士やってもらいたい、君に税理士やってもらいたいっていう魅力が伝えられる答案を作るということをぜひですね、それを一緒に身につけていけれるようにしていきたいなと思ってます。で続いてなんですけれども、税理士を知るという形で28ページですね、この28ページの方を見ていきたいと思います。28ページの方を見ていきたいんですが、税理士を知るという、28ページをちょっと見ていきたいと思います。で、すみません、私は、税理士をやっておりますと。で、こうテキストの中ではまだこのパンフの中では思い切り周知はしてはいませんが、一応すみません、ちょっと今年は定期的に生配信で放送しますというのを入れさせていただいてます。やっぱ受験生の自分生の声が聞きたいんですよ。でどう思ってるのか、もう自分のスタイルというものが割とどちらかといったら手取り足取りというよりかは、ここに来てくださいっていう教え方をどうしてもしてしまうところがある。もう何もここに来てほしい、ここに来てほしい、ここに来てほしい、ここに来てくれれば、そのためにどうするのって言った時に、ちゃんと読めるようになろう、ちゃんと表現するようになろう、面白く表現しよう、つながりを見えようと、もう同じことしか言わないけど、ここさえ見えて、ちゃんと日本語が読めて、ちゃんとみんなが喜ぶことが発信できれば、それがすごい価値があると。で税理士になってももう本当に質問とか来ます。で自分も今100件ぐらいはこう自分のところに電話かかってきたりメールが来たり来る人がいますので、でもう来た瞬間になるべく気づいた段階で返してあげる。で相手のことを今どういう形でどういうつながりの中で何を感じているのか、でそれを感じ取って、じゃあ相手がこういう形を言えば心の問題解決しそうかもしれない、もしくはここはもう同調だけしてほしいと思ってたら、やっぱそこに本当真剣に同調してあげると。それは相手が何を要求しているか、これ全部合ってるわけじゃないですけど、割と、やっぱ読み取らなきゃいけないなって自分が思ってる話なんですね。でその目で本試験を見ると、あ本当だ、言ってること間違ってなかったと毎年思えては言います。でもまだまだ修行 してってより高い位置でそれをやっていきたいなっていうのも私自身が思ってるし、でその能力が試験にも使われるし、その能力が税理士になってもすごく大切な話だし、で自分たちのスタッフにもつながりちゃんと見てね、つながりちゃんと見えて、その上で何か言ってあげてねっていう、やっぱそれこのつながりが
やっぱ感じられるっていうのが大切だなと思ってます。で、社長にダイレクトに接します。で、社長のと、まあ、経営っていう側とこうそうじゃない、雇用されてる側の、まあ、違いをなんとなく感じる部分もあるんですけれども、経営者っていうのはもうやるぞと決めたら一人でも誰が何が言おうがそれをやるという、自分がやりたいことを誰かと一緒にとかじゃなくて一人でもやる、で一人でもやるって言ってる時に何が起きるかって言った時に、そういう一人でもやるっていう人の周りに助けてくれる人がこう出てくるわけですよ。で、成功者大抵こう言いますね、皆さんのおかげですと。間違いないと思います。ただこれもっと深いです。みんなに助けてもらえるような人なんです。変な人だったら自分勝手で何も周りにのことを考えないような人が皆さんのおかげでしたなんて言える場所が来ないんですよ。だから日頃出す言葉もみんなにやっぱり愛されるような言葉を発してほしいんですね。で、変な話かもしれません。例えば4人でお茶飲みに行きましたと、で会議やりましたって言った時に、例えばある1人がこう、じゃあお茶代僕は出すよと、で他の3人はまあありがとうございましたって言ったのをこう見てて、結果ですよ、簡単に言うとこのお金を出した人がやっぱいざっていう時に他の3人助けてもらえる人に変わっていきますね。まあ、奢ってるからってわけじゃないけど、やはり日頃から、まあ、これお金っていう金銭的な経済的な話じゃなくて、言葉で、周りを助けてあげられてるという、相手の期待に応えられてるっていうことをやっているっていうことは、それは本試験だって出る。あ、本試験か、相手がこれ投げたキャッチボールが、ボールがちゃんと見えるから相手の要求事項ちゃんと上げられると。で、それがやっぱ試されている試験であり、仕事もそうだと思いますと。で、これができればつながって、いろんなものがこうつなげていけられる人がやっぱ経営者だと思います。で、またちょっと経営者の話に戻ると、まあ宝くじで1億円当たったとなった時に、経営者と、まあ、普通の人なら1億円でしたら、あ、家のローン返そう、あとは貯金しようっていうような、あとちょっと欲しいものをこう買って、あとはまあ貯金とかっていう形で考えますけど、経営者だったら、あ、これで仕入れができる、これであの設備投資ができる、これで優秀な人材が投入できる、もう自分が投入して自分がやりたいものにこう入れて、それが大きく膨らむってことがもう見えているものなんですね。で、税理士ってそのそばにいます。で、それをサポートする力も求められます。で、実際は影響も受けますし、影響を受けたもので自分も育ってって、それをまたお客さんに、いろんなお客さんにフィードバックしていくことができるチャンスが周りにある、すごく魅力的な仕事だと思います。で、税金計算をして、その専門性も当然もう独占業務として与えられてはいるんで、取った次の日からうわうわお客さんが並ぶっていうことはないですけれども、事業の中では割と顧客を獲得するチャンスは高いものです。だけど友達もいません、助けてる人もいませんといった時に、いざお客って言ったって揃うわけではない。やはりもしその時のやっぱ本当人付き合いがちゃんとしっかりしてて、え、したらお前税理士になったの、あ、だったら俺の友達いるからやってくんないというような話が来るぐらい、やっぱコミュニケーションなりいうものを持っていればいいと思います。あとはもしなった後に、例えば本当にコンサルを一回つけて相談を受けて、じゃあこういう形で顧客を作りたいって言えば、まあ、ちょっと前だったら、まあ、SNS 発信とか、まあ、ホームページを作るとかっていう形で集客ができたとする。だけど集客がこう来た時に魅力がなかったらば、やっぱりそこで話してあなたに頼みたいと思うチャンスが少しでも減ってしまうともったいないんで、やっぱり あなたに頼みたい、あなたと会えてよかったっていうことはやっぱ
今受験時代からぜひ磨いといていただきたいなと思います。で、自分はまだね、皆さんにこう税理士でいいですよなんて言っても、なんか嘘くさい反面あって、本当にいいと思ってんのというぐらいな感じも与えてしまうかもしれませんが、自分はもう正直あなってよかったなというふうに思えてはいます。で、まあ、こういう予防ですから、あの露骨に分かります。あのなる前となった後でやっぱ周りがだいぶ見方変えてくれてるなっていうのはすごくありがたいなと思ってはいます。もし持ってなかったら、変なただうさんくさいあの親父がこう来たなと思われることがやっぱりだいぶ避けられてるなと思うだけでもやっぱありがたいなと思いますし、お客さんに会ってやっぱお客さんのためを思ってこう発言したら、やっぱな言ってもらいます。あの初めて会った日であってもお願いしたいと、あだったら自分が持ってるものでその会社を少しでもサポートしてやっていくっていうことをやっていきたいと。でしかも自分で仕事をこう選べてるっていうのがやっぱこれも独立開業の魅力だとは思います。でもう独立開業してやっていくっていった時はやっぱそれなりに一回崖から飛び降りるみたいな感覚ありますけど、飛び降りちゃえば飛び降りちゃえば本当にあのいい世界だと思います。あの怖い、なんか自分はこうなんかそういうサラリーマンをやりながら、給与を上げていく安い立場になりたい、スタートはそれでも全然構わないですけど、スタートがそれよりやっぱりより自由で自分のやりたいことをやりたいんだっていうふうに思えた方が、税理士試験っていうのは税理士になりたいっていう気持ちが紙に出ますからね。なぜあのただなりたいってだけでなって、これをしたいっていうものも同時に考えておいていただきたいし、なってから仕事を作るんじゃなくて、こうなったらこういう形で仕事やっていくんだ、こうやってサポートしていくんだ、こういう会社に入ってこういうふうにやっていくんだというイメージも持って、そのやりたいってものがどんどん明確になっていった方が、その方が気持ちが強いわけですからね。1ミリでもなりたいって気持ちがあって、そのモチベーションにもなって、ちょっとそれが自分の夢であって、その実感と中で税理士というものの魅力につなげていただきたいなとは思います。で、税理士会にも所属していて、やっぱ税理士の魅力というものを上げていかなきゃいけないって時に、自分がもっとやっぱり税理士になってよかったなってことが自然に伝わるように、もっともっとして税理士の魅力を作っていかなきゃいけないなとは自分もやっていきますので、でそれが少しでもいいことで感じている部分もやっぱありますので、それを講義として伝えていただいて、皆さんの少しでもモチベーションに寄与できたらなとは思ってはいます。教材自体を信じてくださいと。でこの教材自体がまずをその中で身につけてほしいのは、その一つずつの部分分の途切れ途切れの知識じゃなくて、読解力をまずはつけてほしい。で表現力は数少ない当連の中で、まあ、数少ないって言ったってもうこれやっぱり2時間調整する時間何回も何回もありますから、その中で、あこう表現ができる、あ、まあ、このでいやとにかくでも一回解き終わった時は絶対自分褒めるの忘れないでくださいね。よー2時間粘った、僕ってすごいじゃん、私ってすごいじゃんで褒めて、でその上で能力を少しでもモチベーションを持っていただいて、で、あ、こここうすればさらに良かった、あ、ここすればそうに良かったって気づいたところを反映させていくっていうことをやっていっていただきたいなと思います。あとは日頃の生活の中で発する言葉、周りにこう人が集まってくるような、で周りが喜ぶような、で周りが期待されているようなことがやっぱ発せられるようなことをやっていく、でそれが答練でも出る、本試験では横綱に判断されると思います。税理士になった後その魅力こそが期待されている部分になっていくんで、それをもう試験と実務は別じゃなくてやると決めた以上、1日30分の習慣化がより充実したものにこうつながっていく風になっていただければなと思います。
もう話していくと、次々になってしまって取り留めない話にもなってしまう部分はありますけれども、まあ、今回ですねこのパンフレット見ていただいた部分の中で、自分が感じている、まあ、カリキュラムはこれですと。でカリキュラムはこれをやるといった上で重視してほしいのはここになりますよと。で次にトライしていただきたいのがもう本当読む力、書く力、伝える力、つながり、ここをとにかく磨いていくんだ。あと当連は絶対やって終わった時にはもう自分を褒めるということと、あと税理士ってどんな仕事やってみたいな、こういうものが、自分の中で取り込めたら面白そうだな、で苦痛っていうものを入れずに、まあ、本当自分の分にも下って成長を感じながらですね、ぜひ一緒に頑張っていきたいと思ってます。法人税法ガイダンスはここまでにさせていただきます。ぜひですね、一緒に前に進む、で税理士業界を盛り上げる人が一人でも増えていくことを祈っております。よろしくお願いします。